ローランドさんです。行きました。行ったんかい。ございます。ございます。今日はなんと超大物との連動企画です。超大物誰だと思いますか。マンキン先輩以上の大物っていうのはちょっと今思い浮かばないんですよ。風俗 YouTube 界のトップですからね。 AV 女優発表しますね。ローランドさんです。そんなバカな。本当です。本当どうですか。これまでのメッセージが届いたのかと。連動企画の趣旨はね、後々説明していきますが、まずはね、今僕らの現在地課題をねちょっと話したいなと思うんですけど、はい、もうなかなかね桑田さんのレポが上達しないと。どんな弊害が出ているかと言いますと、後ろに見えております、もうお世話になっております、まあゴールデンクラブさんとかね、僕らとマンキンさんね同じ店行くこと多いんですよ、お仕事でね。で後ろに見えてるメダゴールデンクラブさんに至っては300対9で完敗しました。圧倒的な。心苦しいです。申し訳ございませんと。もう本当に申し訳ございませんと。でまあ梅田ゴールデンクラブさんだけやったらいいですよ。谷町人妻ゴールデンさんとかね、新大阪秘密クラブさんとか、タマランドさんとか合わせたらね、多分3000対50ぐらいになってますよ。可能性があるということですね。可能性はもちろん十分にあります。でね、僕もこうカメラで撮ってて、ただただ下手くそ下手くそ言うてるわけじゃないんですよね。桑田さんが入った店とかに僕も行ってる時あるんですよね。はい。で全然ちゃうやんけと。実態が後ろの梅田ゴールデンさんなんかもね、撮影で入ったじゃないですか。中に豪華設備なんですよね。全室にジャグジーがついております。それをあなたは言いましたかと。私は言っておりませんと。あと日本橋のね収容所さんもそうですよ。最初にねシチュエーションがあるじゃないですか。あります。あなたはそれをカメラで言いましたかと。もう忘れておりました。でちゃんこさんもそうなんですよね。ちゃんこさんの女の子と会うこと多いんでね。一番僕が覚えてるのはね、山梨甲府の子です。 1,2 分会っただけでね、口元にほくろあったりして色っぽくて、気遣いもすごいできる子で、めちゃくちゃいい子なんですけど、でまあオーナーさんに僕聞いたんですよ。あの子めちゃくちゃいい子っすよね。そしたらまあダントツナンバーワンの子なんですよ。まあそれが伝わってますかと。はいところなんですよね。でですよ、同じ動画の長のね、妄想する女学生です、星野ねねちゃんね。超予約困難状、僕は終わってから知りましたからね。調べて自分で撮ってても全く伝わってこないと。まあそういうね、カメラで見えてる以外のね現実がね、問題が山積みなんですよね。そうです。コメントを私もちょっと見させてもらったりするんですけど、はい、フォローとかいただくんですけど、そうじゃないんですと。そうじゃないんですよ現に裏側では大問題が起こってると大問題の、はい、私自身もね、大問題ね、はい、山積みなんですよね。そうなんですよ。こちらはフォローいただいてありがとうございますなんですけど、そうじゃないんですと。今日はねそれを解決しようかなと。はい、移動してきました。はい、まあ、さっきの話の続きなんですよね。レポが上達しない理由って思い当たる節あるんですか。一番は勉強不足ですよね。言葉の引き出しがちょっと用意できてないと。真面目かよ。先ほどねローランドさんと連動企画とお伝えしましたが、僕はね恋愛経験の不足やと思うんですよね。なるほどですね。ローランドさんのね方にね、高倉さんっていう、片倉さんですかね。片倉さん、適当か俺ら適当ですね。あの人もね素人童貞を改造していくとか言ってね、まあ、コラボとは言ってないんでね、こっちが勝手に連動させますどっちがね先に彼女を作るかね勝負っすよ。10万人超えたということで、今日から第2章ですね。第2章。僕ねやっぱモテへんなと思ったのがね、桑田さんがね今ハマってるメイドのカレンちゃん、僕は連絡先知ってて桑田さんは知らないと。3人で1回一緒に行ったでしょ。その時に僕が聞いたんですよね、桑田さんに。3人で喋るか2人きりになりたいかどっちがいいですか、はい、桑田さん帰ってください言いましたもんね僕に。そうですね。その後ほとんど喋ってないやろ。ほとんど喋ってないですね。そうやろ。お察しの通りですなぜわかるんですか。カレンちゃん俺がおったら俺にベタ付けしてくるけど、俺が帰ったら桑田さんと喋らないですよね、わざわざスッと中のねところにあったという、 そうやろあの空気も読めてないという。そうですねそういうところもね経験不足かなと。じゃあそのね経験不足を補うにはね、僕は彼女を作った方がいいと思うんですよ。片倉に負けないようにね。手っ取り早い方法はね、僕外見やと思うんですよね。人はね、はい、見た目が9割とかいう説もあるし、だからね今日はね、はい、女の子に意見を求めてほしいなと。女の子に意見を求めてほしい。今回はね撮影協力を得ております。リーチャンネルでもね以前お世話になりましたトスパラさんですね。ありがとうございます。でトスパラの女の子に桑田さんのどこをどう変えたら彼女ができるか聞いてきてほしいんですよ。なるほど。トスパラさんおなくらなんで回転も早いじゃないですか。他のお店行ってたら5時間とか6時間かかるんで、はい、今協力いただいてるのは4名なんで、順番にどう変えたら彼女ができるか聞いてきてください。わかりました。改めて自分のダメな部分を聞いてしっかりと男を磨きたいなと思います。ちなみに何て聞くつもりなんですか。ストレートにどうやったら持ってますかと。答えてくれへんかったらどうするの。言い回しを変えて聞いてみます。どうやってどういう男の人が好きですかと。そういう時はね、はい、心理テクニック使うんですよ。桑田さん一応お客さんじゃないですか。女の子そんなのはっきり言ってくれるわけないですよね。確かに。ということは質問の仕方を変えなくちゃいけないと思うんですよね。最初は僕の動画が悪いか言ってくださいって、あと鉄板で断られるんで、いやそんな全て素敵ですよって絶対言ってくれるから、じゃあ一つだけ教えてください。そしたら絶対教えてくれるから。ちなみにこれはどういうテクニックなんですか。名前はちょっと忘れましたけど、ね、トインザ動画とかなんかあるんですよ。最初に無理な要求を言っといて、後から小さい要求を通すという。なるほど。だからまあ彼女がね、はい、できればレポの幅も広がると思うんですよ。僕なんかだって情報聞いてきましたからね。言っちゃダメな情報ですそれは。はい、行ってます。
はい、おぞす。今回はね、コスパラさんだけではなく、リーユアラバーさんの方にご協力いただきまして、4連続ということでね、早く行ってしまっては、残り3人ぐたっとするでしょう。早漏防止スプレー、いただきました。はい、ありがとうございます。まあ、概要欄にツイッターがございますので、見ていただいて。で、コスパラさん本来は、こういった道具持ち込み禁止ですので、今回は特別に撮影ということで、コスパラさんね、改めて説明させていただくと、コスプレの聖地ですね。そうです。300種類以上のコスプレがあると。はい。で、1人目ですね、来られた方はどなたでしょうか。ななみさん、キャッチコピー。キャッチコピーあるんですよ、ちゃんと。お店さんのホームページを見ていただければ、誰もが楽しくなる、絶対的です。今20歳のザ美少女学生さん。清楚系？はい、そうです。リプレイの方だったんですか？結構気さくな感じで、始まってからはいつまでも離れないと、常に体にくっついてくれてます。心も体も。そうです。じゃあ今日はね、人数も多いのでね、あとはホームページ見といてもらって、ソロボイスプレー塗ってね、一人目の方行きましたが、行きました。行ったんかい。行っちゃいました。いやいや、効果マジかなんですか。効果はありました。あっとんよ。ありました。どんな風に。プレーの15分前に塗るんですね。だんだんじんわりとしてくると、感覚がちょっと鈍ってくるというような感じで、効果はありました。なんで言ってもらったんですか。ななみさんなんですけど、プレーに打ち勝つテクニックがあったんですよ。技が勝ったと。嘘はつけませんから、ね、そうなんですよ。ちなみに漢字のね、今回の本題である桑田彼女を作ろう計画、ローランド連動企画ね、なんて言われたんですか。言いにくそうにされたんですけど、コメント欄にもあったと思うんですけど、メガネがちょっと曲がってると、このメガネ変えてみたらどうですかと。まずはね、っていう意見をいただきました。人目のななみちゃんはメガネをどうにかしようと。そうです。じゃあ2人目行ってみますか。はい、よろしくお願いします。じゃあ2人目ね、協力してくれる子はミカちゃんです。いってらっしゃい。はい、今回も早漏防止スプレーですね。鳥見美香さんです。どんな方だったでしょうか。黒髪ロング、20歳、パン屋さんらしいです。若い子ですね。パン屋さんで働いてるんですか。怖いですね。パン好きでしょ。パン好きなんですよ。パン得しました。オタク気質で自分が一方的に喋ってしまいました。カレーパンが好きなんですとか。聞いてもない情報。あ、そうです、クリームパンが好きですとか、まあ、ただそれを丁寧にですね、聞いてくれる方でした。面白くない話も親切丁寧にうなずいてくれるんや。そうです。めっちゃいい子じゃないですか。はい、たまにこう喋ってくれるんですけど、すごいこう言葉遣いが綺麗やなと。じゃあ今回もね、手っ取り早く行きますよ。行ったんですか。買いました。聞いてきました、スプレーが。さっきはちょっと早かったんや。そうですね。何か違うんですか、感動的なものは。強めにされても耐えれるというか。じゃあ肝心のね、はい、アドバイスは。なんで長袖なんですかと。真夏にね。そうなんですよ。で、なんて答えたんですか。日に焼けるのが怖いと。2人目のミカちゃんは長袖をやめろと。そうです。暑苦しいねと。じゃあ早速3人目行ってみますか。はい。じゃあ3人目、カホさん、よろしく。行きます。はい、うざす。うざす。今回は何使ったんですか。バイブですかね。そこに入れて振動を与えてくれると。早漏防止スプレーを使いつつ感度が高まるものも使ったんですか。はい、そうです。はい、早漏防止スプレーが効いてきましたので、刺激を一つ加えてみた。なるほどね、はい。まあ、これもツイッター見ていただいて、今回来られた方はカホさんという23歳のカフェ店員さんです。今回はじゃあ何を一方的に喋ったんですか。癖直さないといけないなと、間を置く手段を取りました。そしたらですね、沈黙がありましたね。これはまずいと思って、はい、焦って出た次の言葉が、こちらのカフェですかと。言えるわけねえだろ。そうです。通ってくれたら、もしかしたら分かるかもねっていうか。怖くますね。はい、はい、感じのプレーの方は結構積極的な感じで、技はシンプルなんですけど、いろんな状態で繰り出していただける。かつですね、お話がうまいんですよね。明るくてスーパーポジティブ。最初の間はありましたけど、はい、それが過ぎると距離を縮めてくれるっていう、そういうことでしたね。じゃあ今回もね、負けていきますけど、スプラッシュの方できたんですか。耐えました。まだ早漏防止スプレーが効いてる。そうです。ちょっと刺激を加えて、新しいこう、はい、世界が見えたんですけど、耐えました。じゃあ4人目もいけそうですね。肝心のね、連動企画の方ですね。今回なんと動画を見てくれたそうなんですよ。で、言われたのが、毎回髪型違いますよねと。セットする気あるんですかつって。そうです、はい。まあ、そこまでは言われてないですけど、はい、まあ、それに近いような。買い紐ですかとは言われてない。買い紐ですかとは言われてないです。髪型を一つに決めた方がいいんじゃないかと、統一した方がいいんじゃないかと。じゃあ最後はね、みおちゃん、前回もね、協力していただきました。そうなんですよ。予約困難状ですね。自分知らなかったんですよね。知らなかったっていうか、伝わってないんですよ。このパターンでブログが生まれたという。ブログの生みの親なんや。そうです、ブログの生みの親ですね。じゃあ最後なんでね、コスパラさんの受付の近くまで行ってみますか。じゃあ行ってらっしゃい。はい、行きます。はい、おはようございます。2人目は予約困難状、前回もお世話になりましたみおちゃんですね。はい、はい、お久しぶりに会いましたが、はい、会って第一声、平林さんお久しぶりですと。なんとしっかりと動画を見ていただいてたと。ボケまでかましてくれるようになったと。プレーの方どうでした。最高。今更説明いらないだろうと。もう説明いらないですね。一個どうしても言いたいことがあります。進化してます。できる人は常に進化を続けてるんやなと。現状維持は衰退ですからね。そうです。今回のテーマにぴったりと、変わり続けていくことがすごいと。何そんなテーマありました。いや、まあ、自分のね、改造計画なんでね。うう、まあ、自分も進化を続けていかないと、ぬくぬくしてると衰退していくと、今しめかなと改めて思ったと。今回は電動バイブの方、スプラッシュの方はどうやったんですか。行きました。
滑ってますよ。茶性感というかそういうのは違うんですか？違いました。もちろん普段も気持ちいいんです。デミオさんのテクニックも素晴らしいんですけど、相手の気持ちよさ、本来は合体した時に相手の女性の方にも気持ちよさを与えてくれると。まあ、そういうアイテムです。感じのね、なんかやりました今回は。素晴らしいのは岡田さんは変わらなくても素敵ですと、こういう風に褒めてくれますんで、強いて言うなら一つだけ教えてくださいとしたらですね、今すぐは難しいと思いますけど、もうちょっと引き締めた方が持ってるんじゃないかと。じゃあ今日のね、教訓を得て変身してみますか。変身。痩せたらいけんじゃん。ありがとうございます。ちょっとこのままちょっと頑張って痩せます。